自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日はメニエール病のあなたに向けたやってはいけないこと3つお話しします。これは良くないよっていうことをお話しますから、これはやらないでください。まず1番目、もう本題に入りますよ。メニエール病、まあ、メニエール病に関わらず、こう体調が悪い時はもう本当これはダメですね。寝不足はダメです。ちゃんと体を休めてください。寝不足しないように。で2番目、食べ過ぎ、飲み過ぎ、ダメです。食べ過ぎ飲み過ぎ、これも内臓にすごく負担をかけます。食べ過ぎると内臓に負担かけますし、飲み過ぎで普通にお水飲み過ぎっていうのも、もうメニエール病って、まあ、要は耳の奥のところがむくんでるっていうことなので、水の飲み過ぎも良くないですけど、アルコールは脱水作用があるんですけど、アルコール飲み過ぎると体の必要な水分が足りなくて余分なものが溜まっちゃうっていう状況に陥ってしまうので、食べ過ぎ飲み過ぎこれも良くないです。やめましょう。で、あと3つ目としては疲れですね。こう頑張ってすぎないようにしてください。言ってみればストレスですかね。これもダメです。頑張りすぎたり我慢しすぎたりしないようにしてください。やっぱメニエール病って何が嫌って、そのぐる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 するめまい発作がいつ起きるかわからないっていうのがあるんですけど、やっぱりめまい発作が起きた時って絶対振り返ったら、ああちょっと無理してたなとか、寝不足しちゃったなとか、まあその要因が1個じゃないとしても何かこう重なってもうめまい発作が起きてしまっているっていうことが大体そうなので、もうこの3つは最低やらないようにしてください。はい、お願いします。やってはいけないです。復習しますと、メニエール病のあなた、やってはいけないこと3つ。まずは寝不足はダメです。あと食べ過ぎ飲み過ぎもダメです。あと疲れをためちゃう、頑張りすぎちゃうっていうのと、ストレスをためちゃう、我慢しちゃうっていうのも良くないです。周りに頼ったりとか、もう仕事とかも投げていいので、良くないですけど、もうできないと思ったら無理しない。本当に病気抱えてるんですから無理はしないでください、はい、ということで、本日の動画もいいなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。